はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。本日はですね、休日ということで朝一で銭湯の方にやってきてまして、銭湯で1時間弱ぐらいですかね、お風呂に入ってサウナで追い込んできました。ちょっと喉がやられちゃってるんですけど、ちょっとね今脱水症状気味なんで、いつもサウナ上がりに飲んでる、最近飲んでるドリンクなんですけど、こちらまずは飲んでいっていろいろとお話ししていきたいなというふうに思います。ということで、まず最初にこのドリンクいただいていきます。いただきます。これがね、氷炭酸なんとかみたいな感じのやつなんですけど、いただきます。はい、ということでもう染み渡りました。ちょっと回復したんですけども、まあなんて言うんですかね、俺は人のつながりとかをやってない系おじさんっていうか、一人ぼっちのおじさんでやってるんですけど、最近なんかこの時代の流れがすごく早くて、普段従業員として働いてる職場とかでも結構やっぱ生産性を求められたりとかして、今令和4年じゃないですか。もうこの令和4年で求められる生産性もマジでエグいなっていうことで、すごいついていくのに大変で、で、ぼっちなんで、なんていうんですかね、なんかどうしたらいいかっていう聞ける人もいなくて、自分一人で結構読書とかは趣味というか、人と話さない分読書が会話みたいな感じで、読書とか本とかから情報を得たりとか、日々新聞で情報を得たりとか、あとはこういうね YouTube とか動画とか見たりとかして情報を得たりとかしてるんですけど、それでもついていくのすごい大変だなっていう感じで、日々愕然としながら、なんとかこの現代社会、令和4年にしがみついてるんですけど、でもやっぱり資本主義ってなんかすごい大変だなっていう風に思うんですよね。そもそもこの資本主義社会、俺生まれた時から資本主義社会だったんですけど、この国はなんかその人に快感を与えるような商品を生み出して、でその人に快感を与えて、快感も持続しないですから、一過性のものなんで、快感感じたらまた次の快感を与える、その次の快感を与える方法として、なんていうんですかね、中毒症状に落とし入れるというか、例えば合法の白い粉、小麦粉とか砂糖とか、塩とかね、そういった合法の白い粉を使って中毒症状にさせる飲食とか、その他にも、コンテンツとかで中毒にしたりとか、そうやって中毒にして快感を与え続ける方法とか、あとはイノベーター理論じゃないですけど、イノベーターが新しい快感を生み出して、それをアーリーアダプターとかにまず使ってもらって、そこからアーリーマジョリティとかレイトマジョリティまで広げてってみたいな、とにかくその快感を与え続けるゲームみたいな、そのゲーム一択になってるじゃないですか、世の中が。で、なんかそもそも俺そのゲーム好きじゃないなって、ほんとうんこみたいだなって思ってたりするんですけど、それに参加させられて、でそれによった対価が快感を与えたことによって、お金を手に入れて、そのお金を使って自分も快感を求めに行くみたいな。でもそこで得られる快感って、別にそんな、なんかなんて言うんですかね、確かにその快感を追い求めるおかげで時代は進化していって行って、メタバースとかすごい面白そうなの、俺はそのメタバースとか結構興味あるんですけど、そういう面白そうなものが出来上がっていってるっていう面ではいいと思うんですけど、でも別に俺この本当快感を作り出して、快感を追い求めて、人となんか見栄の張り合いっこみたいな、そのうんこみたいなこのゲーム、これ一択なのどうなのかなって思ったりとか、本当なんか嫌だなって思ってたりする中で、じゃあそれを政治が変えてくれるのかって思ったら、政治家の先生たちって本当にすごくみんな頭がいい方ばっかりだと思うんですけど、でもその方々の支持母体っていうんですかね、それってご老害の方々がマジョリティを占めてるわけじゃないですか。勘違いされてもらったら困るんであれなんですけど、俺はご老害の先輩方をすごく尊敬してますし、本当にこの経済大国第3位のジャパンを作ってくださって本当にありがとうございました、ご老害の先輩方っていう感じで、本当にねお疲れ様でしたっていう感じなんですけれども、でも結局そういう感じで、その政治家の先生たちってすごくみんな頭いいと思うんですけど、結局その支持母体がご老害の方たちなんで、未来も見えてないですし、自分たちの安心安全みたいな、そういううんこみたいなことを実現しようとなさってると思うんですけど、そうなってくると、そこになんか期待することはできないのかなっていう思った中で、なんていうんですかね、俺もできればですよ、自分自身もこのなんかうんこみたいなゲーム、快感を作り出し続けるゲームやりたくないなっていうのはあるんですけど、でもそれはやっぱり自分の実力が足りないんで、多分ですけど何かしらの能力を覚醒させない限りは死ぬまでこの資本主義のゲームやり続けなくちゃいけないと思うんですけど、でもなんかここで諦めたりとか、この現状を変えられなかったら、割を食うのは次の世代っていうか、これからの子供たちがまたこのクソつまらない現実でうんこみたいなゲームをやらされて、もうなんかおかしな世界だと思うんですよね。生まれた時から自由で叱るべきなのに、自由もないし、この変なゲーム一択だしっていう中で、そこをなんとか変えたいなというふうに思って、日々生活してる中で、今日もねサウナさっき追い込んできたんですけど、そこの中でもいろいろ考えて、どうしたらいいかなって考えたんですけど、やっぱなかなか答えは出ないし、かといってぼっちなんでね、誰かに相談することもできないから、自分でなんとかするしかないんですけど、そんな中で俺はこのすごい YouTube に助けられてるなって今
まさにねこれ動画撮ってるんですけど、これを見てくださってる方ももちろんそうなんですけど、コメントをくださる方もいらっしゃいますし、まあ、リアクションしてくださる方もいらっしゃいますし、本当に助かってて、そういった方たちのリアクションとかもすごく力になったりとか、あとはこの YouTube で発信を始めてからいろんな人たちと出会うようになったんですよね。人間関係ずっとやってなかったんですけど、まあ、YouTube コンテンツ作るには結局人間関係は切っても切り離せないので、そんな中で手に入れた人間関係とか、本当にやっぱりどうしたって人のつながりはないとやっていけないですし、ぼっちではあるんですけど、それでもどっかで頑張ってる誰かがいるっていうのを知ってるだけでも戦う力になったりしますし、っていうことでね、もう本当になんか全然支離滅裂なわけわかんない動画になっちゃってると思うんですけど、とにかくまあこれからの世代、子供たちに割を食うようなつまらない世界は残していきたくないので、なんとか頑張って、もう本当ねこの変な快楽を作るゲームみたいな、見栄の張り合いっこをするような、なんか本当にくだらない世界、これを早く終わらせたいなという、今日この頃ということで、まあ今日も素敵な休日にしていくべく、これから家帰ってでまた動画1本撮る予定で、でまあ編集を終わらせて、でまあ大学に行くための勉強とか、あとは読書とかして、また来るべき戦いに備えていきたいと思います。ということでですね、本日はサウナでねちょっと整ったんで、よしじゃあ動画撮っちゃおうということで動画撮らせていただきました。ちょっとあんまりね内容のないようなっていうか、まあ支離滅裂な部分もあったと思うんですけれども、最後まで、ご視聴いただいた方いらっしゃいましたら本当にありがとうございました。ということで興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様またお会いいたしましょう。